俺に任せろよ。天下分け目の戦いが今始まる。Let's go.
様コミュニティ参加ありがとう。コミュニティを登録しました。
くせによ。ラウンド3ファイト。逃げんだ、この場で。はぁ、車すぎやすぎる。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 やりますぎる。やすぎる。せい、せい、しばんないしてください。やるいいぞ、この場で。大丈夫、ちょっと乗せてるよ。せい、走ってないの。ハチクロ2連勝。はーい、これにて You can go。 勝てばいいんだろう。あなた受けたまわりました。たった2人の男が大地を揺らす。終了まであと5分になりました。Thank you.
Thank you.
ガは見事に勝利しました。秀でた者の思考など You can go。やるぞ。受けたまわりました。この牙城をぶち壊せるか。今見てるやつおんのかな。これ声入ってんのかな。入ってる、入ってるか。言うてもあまり喋ることないんだけど、まあこんな感じで少しずつ人も集まるようになってきたような感じなので、興味ある人はぜひぜひ、まあ配信する日は定期なんですけど、せっかくだから来てほしいなと。配信に移って有名になりたいみたいな。まあ最近どこでも配信やってるから大したことないけど、なんか繋がってないような気がするんだけど。これ取るよ。これは足りない。まあ、大して面白いこと喋るわけもないんですけど、一応マイクもありますよということで、まあ人が集まるようになったらなんか大会とかやってもいいかもしれない。バーストを使ってしまったけど、残り2本も取れるんか。言うても、ね、このミツルは一応なんだっけ、今年のバージョンアップ前の全国大会に出てますからね。3月ぐらいだっけあれ。さあ原曲逆切れ放しながら、番長のジャンプキック連打できるのよくわかんないんだよね。見た目的におかしくない。おっとしっかり回復からっと見てきていない。 SB で足りない。
さあ最後おっと、まさかのボコシカ。ボコシカもまあ使いどころによっては全然いいような気がするんだけど、ここで逆ギレガードされてしまって、しかしコンボミスで今度はこっちが逆ギレガードお互いコンボミスっていく。おっと、神がかった感じで噛み合ってしまった。スーピー側の勝利です。いや、ごめんなさい、何も何も出てこない。あなたの技を受けたまわりました。さあバードマップでキャラを変えたこの男、このアマダというキャラ、カデオよりは弱くなったと思われますけども、俺よく知らないんだよな、多分全然強いと思うんだけど、正直こういうキャラで空中コンボから縦を落としたらまずいと思うんだけど、それだけで。逆切れで締め、おっと使う、マジか、いけんのかこっから。しかし確かに犬がいませんね。あ、おっと逆バースト読んだけど、キーバースト、のけぞれ長くね、いいのかな。どう見てもね、この逆切れがバサラクロスのやり手なんだよな。繋がってないけど、とりあえずダメージ取っていく。飛びが刺さってまた使う、よくこの状況で使おうと思うな。いやいや、基本あんまり喋らないんだけど、あんまりにコメントがないから喋ってみたよ。犬は普通に殴れるんだよねこれね、確か。ところどころ黄色い、まだちょっとキャラを変えて慣れてない感はありますけども、さあこれきついですね。さあ分からん殺されていく。ヘルソナやったことない W。 価値ある勝利でした。さて、GX が対戦しに行ってしまいましたので、ちょっと私もペルソナ全くやったこともないんですけど、ハッと！
受けられません。アマダアンコロマル。圧勝、華麗に2連勝。 You can go。俺に力を貸してくれ。たった2人の男が大地を揺らす。これまで。ラウンド1。軽く犬とやってみた感じで無理なんだけど、どうなんだろうこれ。みんなちゃんと倒せてんのかな。じゃなきゃちょっと自信なくすところでしたよ。
終了まであと5分になりました。ああ。独断上やんけ。Yeah!
辛いですね。さっきの水月が俺です。だって暴走を取っとけるとかなり強いな。
やはりあそこのバーストが良くなかった。まあその辺は結果論だから何とも言えないんだけど、さあこの枠で終わりか。もう自動切ってあります。そんなわけで、まあ、配信はこの枠で終わりですね。今日は結構ペルソナ勢が集まってきてくれたので、もしかしたら今後も結構ペルソナ寄りになるかもしれないですね。あ、でも次回は多分北斗をやると思います。ちなみに明日の配信はアルカップ対戦会なんで、その程度の実力でリーダーを名乗るのか。笑わせるなよ。You can go。 あなたの方がそれで五分。Thank you.
装しなくても減るからな。あミツルは ご説明しましょう。今回両ミツルが表ミツル、影ミツルどちらとも、まあ、強いと言われていますが、どこが強いか、とりあえず減ります。すごい、すごい雑だけど、はい。で、A2 段目から、密着だけど、A2 段目から 2B 最大ためがつながります。だからエリアルっていうか、打ち上げて 2D で拾って、まあ、火力もアップもできると。はい、で、影の方は、まあ大体俺は影の方を知ってるんだけど、ゲージがすぐ溜まる。下手したら開幕 100% 溜まるのもあるらしいです。5B フィーテルカウンターか、それはでも2C 絡めて画面端まで到達して、ボコスカ D からいろいろやって 100% 溜まるみたいです。まあそれは強いと。暴走も絡めてどっからでも5000ちょっと飛ばす。バータイ強い。ガール強いって感じ。はい、そういうことです。はい、で今作の番長は、まあ、B ランクプラスと言われてますが、まあ、ちょっと弱くなってますね。何が弱くなったかというと、B シュフェイントが弱くなった。補足増えた。あと A 獅子もちょっと弱くなってるはず。 A 獅子がなぜか T フェイタルカウンター、まああんまり見かけないけど。でも A 獅子はあんまり強くはないから、まあそれでも崩しには使えるけど。で SB ジェモンジーが使い物にならなくなったみたいだから、火力面もちょっと SB ジェモンジーがかなり遅くなっているから、今後として使えないらしい。だからそこら辺の火力面も、まあおそらく逆切れカウンターから拾えてたのが、やらせないようにしたために遅くなったっぽいけど、ここら辺が。前バージョンが やばかった。この先多分全キャラカウンターから拾えないはずだから、ここら辺は調整なく、アマダも拾えなくなってる。はい、まあ、スパキャンとかで拾えるんだけど、相変わらず通常技では拾えなくなってます。はい、見えてるな。まあ B プラスとは言っても強いからな、番長。でもただの一番ここら辺はどうだろうな。さすがにないと思う。ジャンディの補正が緩くなってるっていうのは聞いた。だからなんかコンボとかでもワンモアキャンセルでジャンディしてたような気がする。
その場合 ACC マンマーキャンセルジャンキーとかやってるんだけど、あ、これはこれは出ない、相変わらず相変わらずって言ったらあれだけはい、まあ、今みたいな固めの時も SB 十文字がパナしにくくなったのがでかいと、遅いから、その程度の実力でリーダーを名乗るの、はい、まあミツルは相変わらず強いということです。これは目が離せない、先輩なら勝てるよ、頑張って、ガンガン攻めていきたい、まずいよ、¡Gracias!
終了まであと5分になりました。どっちの力はボコボコだよ。